皆さんこんにちは、ランタイムです。カースルのね、動画が想像以上に再生数伸びててちょっとびっくりしてるんですけども、多分皆さんね、購入考えられてる方もいると思うんですけども、 K のワンボックスに取り付けたらどんな感じになるのかっていうのをね、気にされてる方も多いと思いますので、ちょっとね、緊急で動画撮ってます。で、カースルの方はね、車のリアゲートを開けた時の高さが2メートルから 2.1 メートルぐらいまで OK というふうに書かれているんですけども、まあね、これ7万円で買った系なんですけども、この分ちょっとね、高さとか測ってみてからね、どんな感じ、取り付けたらね、どんな感じになるのかやってみたいと思います。で、これですね、今の下にピッと取り付けて上を見た時に見えますかね、 1.94 ぐらいなんですね、ここで。で、これね、一番高いところがね、多分ここら辺になるんですけども、ね、下からね、上に行った時に1.97798 ぐらいでから2メーター切ってるんですよね。ですので、この K1 ボックスには問題なく取り付けれるってことなんで、早速ね、取り付けてみたいと思います。で、コメント欄でね、いただいたんですけども、これいっぺんね、僕リアゲート閉じてやったんですけども、なんで閉じるのっていうふうに言われたんですけど、これ実はですね、氷から持ってあげて入れるような格好なんですよね。なんかよいしょよいしょっていう感じで、そしたらね、この部分がちょっと上にかけづらいんですよね。で、逆に言うとね、一辺閉じてからここまで持ってきて開けた方が設置しやすいんで、僕そんな感じでやりました。ちなみに2人だったらね、左右で持ってから入れていけるんで簡単だと思います。見づらくて申し訳ないですけども、こんな感じでやって、1人なんでね、ちょっと手間かかってますけども、こんな感じで持ち上げて、で、なんかね、この辺に見えますかね、こんな輪っかみたいなのがあるんで、これをちょっとね、ここ通してきます、僕は。で、ここを開けるだけですね。よいしょ。はい、設置完了ですね。2回目なんでね、だいぶ近くにできました。ちょっとこっち側入りましょう。はい、こんな感じですね。上手にね、着きました。中入ってみます。あぶね足が短いのに開けとらんかった。よいしょ。で、最後にね、このバンドで止めましょう。これで OK ですね。はい、完了です。あ、ちなみにね、ここに引っ掛けるところあって、こことね、こっち側をちょっとね、ごめんなさい、これ締める前に対角線上にね、紐で引っ張るようになるんですけども、僕ね、前回の動画もちょっと今回の動画もつけてませんけども、普通はつけるようです。で、完成形こんな感じでからね、すごく広いですね。中も居住性すごくいいです。K1 ボックスに取り付けたらね、ここの部分こんな感じですね。もうここはね、やっぱりどうしても開いちゃってるみたいなんで、しょうがないですね。こっち側に関しては磁石で止めれるんですけども、ここはね、やっぱりどうしても開いちゃうようです。で、下側のね、高さ、ここの部分の高さこんな感じですね。いいぐらいの高さです。でもやっぱしね、こことここ、なんかその紐とかフックで引っ掛けた方がいいかもしれません。こんな感じですかね。特に問題なく装着できました。K1 ボックスにはね、もう本当に問題なくポッと取り付けれるような感じでした。で、この分ね、すごく取り付け簡単でいいんですけども、ちょっとね、僕これ一つね、使っててから思ってからメーカーさんに改善してほしいなというところがあるんですけども、コメント欄でもね、同じ意見いただいたんですけども、ちょっと気になった点がありまして、っていうのがね、これなんですけども、これ開ける分ですよね。これ、向こう側行きましょうか。これね、上から開くんですよね。こうやってからビューっと。で、これは別にいいんですよ。こんな感じで開くんですけども、これ下側にこうやって溜まっちゃうんですよね。で、これね、他の方も言われたのが、なんでこれ下側にこうやってなるのって、僕もちょっとね、なんでなんだろうって思うんですけども、これ、逆にね、上側にこれがあった場合には、ここにね、タープ貼って伸ばすんですけども、そのタープにね、こうペロッとかけれるんですよね。同じように引っ掛けれるというか、こうしたらね、日傘になるんですよね。ちょっとね、タオルで同じようなことやってみますね、ちょっと簡単に。で、毛布があったんでね、これちょっとタオルじゃないんですけども、毛布で表現しますと、ここですよね。ちょっと開けます。ちょっとね、分かりづらかったらごめんなさいね、皆様脳内でからね、分かりやすく皆様で変換してください。よいしょ。はい、こんな感じですね。で、こんな感じで逆に下側からこう開けれるような格好であればね、こんな感じで日陰できるよねという考えなんですよね。わかりますかね。ちょっとね、手が短いしカメラも画角が狭くて申し訳ないんですけども、まあ、こんな感じ、あそこから引っ張ってるガイドロープが来ると思うんで、そこにでもね、このキュッと取り付ければ日陰になるんですよね。まあ、こうする風にしてくれればいいんだけども、なんでこれ下側にこうベロッとね、垂らす格好になってるのかなというのが、僕もね、ちょっとね、疑問だったんで、これなんか、できたらね、改善してほしいかなっていう部分はあります。でもね、できないんだったらね、もうこうやってからね、自分らでタオルつけてもいいんかなと
は思いますね。これがあればね、本当に火が出てる方向に向かってからこんな感じで日陰できるんで、まあこういったものがねできたらいいなという考えなんで、メーカーさんねぜひ検討いただければと思います。こんな感じですかね。はい、ということでね、今回はね、カースルっていうね、このテントの動画で、K のね、ワンボックスに取り付けてみたんですけども、いかがだったでしょうか。この分ね、本当に、操縦簡単でね、とりあえず、なんだろう、僕のフリードスパイクにも、K のワンボックスにも取り付けることができたんで、なかなかいいんじゃないかと思います。で、前の動画でも言ったように、これ、単体でね、今、ロープ何を引っ張ってなくてから、あれなんですけども、単体で自立するんで、災害用のね、避難所なんかにもすごくいいと思いますんで、ちょっとね、お値段はね、なんか結構張るようなんですけども、よかったら検討されてみてください。この分あったらね、オートキャンプ場であれ、RV パークね、屋外でこういった風に格好出していい RV パークだったら出せれるし、電源使ってエアコンつけてから、この中でね、ダクトだけその端っこの方から出してから、涼しんだりすることもできるんで、ノマドっていうんですかね、あんな感じの利用なんかもできたりとかして、利便性相当高いと思いますんで、皆様よかったらね、ちょっと購入検討されてみてください。結構ね、面白い商品なんで、近いうちにね、またこのテント使って車中泊動画なんかをね撮ってみたいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。